このチャチャが探してるのに自らハセさんじないとか、タヌキジジイ並みにありえないんですけど。豊臣恩子のマスターのくせに、これは許されざるよね。これは国外ぐらいじゃ済まないし。ましてや、殿下が知ったら晒し首かも。あ、マスター、こんなところにおったのか。こっちこっち、チャチャはここにいるし。誰からもチョコをもらえないかわいそうなマスターのために、チャチャがとびっきりの催し物を用意してあげたし。ささ、細かいことは置いといて、とにかくチャチャについて参るがよい。最後の花見の再来よね。とまではいかないけど、結構景色もいいし、割とすごくない？そしてこれ、チャチャの大好物でもあるおしるこ。名付けて、おチャチャ特製日輪しるこ。じゃないんだって。ふん、違いのわかるチャチャはただのチョコでは飽き足らず、あえてのあんこなのです。違いのわかるパティシエチャチャなのです。ぶっちゃけチャチャもご商売に預かるつもりだったから、好物のおしるこにしたのです、とは口が裂けても言えないのです。あれよね、あれ、マスターったらどうせ誰からもチョコとかもらえそうもないし、いわゆるお母さんからのチョコ的な、意図哀れなあれだし。もういいからさっさと食べるがよい。チャチャも隣で食べるし。どうじゃ、うまかったかの。まあ、チャチャがわざわざ用意したんだし当然よね。あ、これっていわゆるギリシルコだし、お母さんにもらうチョコ枠みたいなものなのよね。チャチャに惚れるとやけどするから、勘違いしない方がいいし。ほら、口にあんこがついておるぞ。あー、もうチャチャが拭いてやるゆえ動くでない。まったく手のかかるマスターよな。ほれ、顔をもそっと近う。愚かな子ほど可愛いか。いや、愚かだったのはわらわの方よな。罪滅ぼしというわけでもないが、せめて今生はそなたに寄り添うとしよう。帰るかな。あんまり遅いとまたおばうやあたりがうるさいかも。とにかく生きてさえいればまたこんな機会もあるし。うん、チャチャとマスターの行く末は日輪のごとく輝いてる。
い、バレンタインよ。じゃ、そういうことで用は済んだから帰るわ、私。何よ、これで十分でしょ。これ以上何をさせるつもり。本当は無視したかったけど、曲がりなりにもあなたのサーヴァントだから。私なりにくだらないイベントに付き合ってあげたんですけど。ふん、そうなの。しょんぼりと肩をすくめて情けない。ふん、私ともあろうものが自分から出向く必要はなかったというわけ。いいわ、その顔に免じてもう少しだけいてあげる。だってバレンタインですものね。何を夢見ていたのかしら。甘い言葉、それとも抱擁。いいわよ、あなたの好きなことを口にして。ご期待通り、その真逆のことをしてあげる。私は快楽のアルターエゴ、メルトリリス。恋人をとろかすテレンテクダは宇宙一だもの。どっちにしろ行き着く先は私の虜。溺れることに変わりはないわ。溶かされてゼリーになりたいのよね、マスター。チョコレートの説明がいいの？まあいいけど。そもそもバレンタインのイメージが嫌いなの、私。だってチョコって美しくないじゃない。ブラックもホワイトも固形物で味も単調、粘土細工と変わらないわ。そう、粘土細工と変わらないのよ。同じ粘土でもフィギュアの粘土作りとは大違いだわ。チョコレートといえばハート型、プレート状、豪勢にケーキにする、木をてらってキューブアイス。抱きすべきスイーツのね、どいつもこいつも頭が砂糖漬けなのかしら。工夫がないにも程がある、恋人に贈るものなのよ。誰にも真似のできない極限まで凝縮した自分を表現するべきじゃなくて。いいから落ち着け、なんて顔をしているわね。落ち着いているわ、私は冷静よ。その証拠が私のチョコレート、水晶の透明感と輝き、そして手触りを再現したそれ。外装は100年天然水を凍らせたアイスウェハース。カルデアが山奥にあって助かったわ。そして中身は標高2000メートルの渓谷に咲く秘境の花からのみ取れるマヌカハニー。どう？人間たちの中でも選ばれたものしか口にできない蜂蜜に私なりのアレンジを加えた一品よ。ま、私のウイルスも混ぜたけど、天然の蜂蜜3割、ウイルス7割といったところね。そうね、あなたの魔力抵抗は三流魔術師以下だから、そのまま食べればイチコロね、きっと。でも恋の毒とはそういうものでしょ。死ぬ覚悟がないくせに私と契約する方が悪いのよ。なんでよ、食べなさいよ、一生懸命作ったんだから。しまった、私ともあろうものがつい誘われてしまったわ。
当たり前のことだけど、返品は不許可だから。確かに私の毒だけど、ドレイン成分は抜いてあるに決まってるでしょ。食べてもあまりの美味しさに意識が飛ぶだけよ。中毒性は否定できないけど。ふん。とにかくありがたく受け取りなさい。殺すぐらいの気持ちで送るチョコと、死ぬ覚悟で口にする誰かというのがしたかっただけ。それも叶ったから、あとは好きに処理すればいいわ。それじゃあね、マスター。ああ、それと忠告を少しだけ。リップからの贈り物はいいけど、 BB からの贈り物は受け取らないことよ。あいつ私よりはるかに悪辣だから、せいぜいおもちゃにされないよう気をつけなさい。あら、言うじゃないマスター。私の教育が行き届いてきたのかしら。でも本当に耐えられるのかしらね。私の毒はただ痛くて気持ちいいだけじゃないのよ。自分が違うものになっていく感覚は、恐怖以外の何者でもない。泣いて助けを請う醜態を晒さなければいいけど。それとももっとひどい目に遭いたいとか。オールドレイン、身も心も私のものになって、消し粒のように縮められて、経験値のように私に飲まれる覚悟はある。最上級の蜂蜜より最上級のメルトの毒がお望みなのかしら。なんて冗談よ。ここであなたを殺してしまったら、後でリップに恨まれるもの。でも高ぶってしまったのは本当。ちょっと頭を冷やしてくるわ。あ、それとそのチョコ、食べても死なないから。ちょっと美味しすぎて意識が飛ぶ程度。殺すぐらいの気持ちで送るチョコと、死ぬ覚悟で口にする誰かというのがしたかっただけ。それも叶ったから、あとは好きに処理して。それじゃあね、私のマスター。軽口も結構だけど、これからは冗談じゃ済まないわよ。見つけてくれたので助かりました。ありがとうございます。ちゃんと叱ってくれて嬉しかったです。それでですね、今日は待ちに待ったバレンタインだから
悟してください。私の全力受け取っていただきます。はい、ちゃんとしたチョコレートも考えたんですけど、私だとうまく作れなくて。でもそんな私に友達が教えてくれたんです。持ち味を生かせって。どうでしょう、美味しそうに見えますか？あ、これはその話の成り行きというか、私はチョコだけでいっぱいいっぱいなのに、キャットがどうしてもって。むう、貴様の力はそんなものか。それでは冷凍マグロすらあくびの後エーミーしよう。もっとこうマスターへの思いの丈を込めるのだ。ギューッとギューッと手をつなぐ恋人のように。はい、こうですか、キャット師匠。まるで足りぬ。ベーリング海を舐めるな。カニの甲羅を破るほどの熱さがなくてどうする。もっとギューッとだ。と網からハーグ、そして捕獲したカニはどうする。そう、キスしかあるまい。目の前にごちそうあらば誰であれブワイッとする。大胆だね、キャット。でもその気持ち私もわかります。こうかな。キューキュー、ナイス。素材の旨味を凝縮したキューブの完成だわ。さあもっともっと作るがよい。その味はリップにしか出せぬゆえな。イエスさん、師匠、なんだか自信が出てきました。パッションリップ、いけます。うむ、リップは一途だがネガティブ思考ゆえ一心不乱に調理にかまけた方がいいぞ。しかしこれではちょっとおしゃれな練り物レベル。乙女力はやや低い。パティシエの腕の見せ所なのだな。これをこうしてと、バランスが難しい。そして面白みがないのも事実。ここは木をてらって煮干しインカ。いや、冷静になれ。あたし今は暴力の時代ではない。ライバルの失敗を狙うのは卵族の宿跡といえ、今日の私はリップの先生、自重せねば。ふう、いっぱい作っちゃった。ん、キャット、何をしているの。ん、何って盛り付けだが、パフェにさくらんぼは外せないよ。なーに、これくらいのお手伝いは許されよう。何しろリップの一世一代のアタックだからな。私も今日だけはサポートに徹するのだわ。ご主人なら喜んでくれるに違いない。おっと、だがこれには交換条件がある。その服の色はいまいちバレンタイン向きではない。銃器系乙女の渾身のぶちかまし。とっておきのドレスで渡さなくてなんとする。ということがあって、それで今できる一番の霊気を選びました。うん、恥ずかしいけどこの服でよかったです。マスターさんに褒めてもらいましたから。はい、私にはもったいない。
素敵な師匠で友達です。それでは私はこれでキャットに報告がありますので、美味しく食べてもらえれば嬉しいです。後で感想聞かせてくださいね。ピンポンパンポーン。業務連絡、業務連絡。菜食兼務の後輩から、バレンタインなのに一人で過ごしているグレート暴れな先輩にお知らせです。マイルームの隅で自己存在を哲学する。ベッドの上で天井のシミを数えては安入いする。そんな非生産的時間消費に夢中だとは思いますが、今日はそれどころではありません。なんとお客様はランダム抽選により人類代表に選ばれちゃったのでした。はい、そういうわけで急いで着替えてくださいね。パジャマとかパンイチとか倫理コードに引っかかりますので。え？何をするのか、ですか？はい、具体的に言うと、はーい、逃げようとしても無駄でーす。魔法のステッキを振るえば超キュート。先輩の寂しい部屋も豪華なスタジオに早変わり。BB チャンネル始まるよ。小豚さんが部屋から逃げ出そうとしたら、そこはセラフ特設会場だった。なんてこのネタもやり飽きたので、この辺で突然の強制転送、お疲れ様でした。私とのフラグを立てた時点でバッドエンド確定ですから、ようこそ。そして諦めてくださいね、せんぱい。っていうか、なんで逃げようとしたんですか？そういう判断の早いところ、地味に傷つきます。確かに私はろくなことをしてこなかったし、これからもマックスエピキュル AI ですけど、バレンタインぐらいはマスターさんを喜ばせようとやる気満々だったんですよ。悲しい、悲しいです。辛くて胸が張り裂けそうです。あ、胸のサイズは見ての通りデンジャーカップなので、先輩におかれましては厳しい現実に悶々としながらのた打ち回っていただければと。先輩におかれましては溢れる欲望に悶々としながらのた打ち回っていただければと。はい、もちろんです。先輩の行動パターンは予測済みですから。その他のサーバントの皆さんからのチョコレート取得確率もバッチリ把握しています。これが生意気にも結構な数なんですよね。この一年の先輩の努力を見くびっていました。なので変に意地を張らずストレートに行動に出ようと BB ちゃんは決意したのです。こういうのは早い者勝ち、インパクト勝ちですので。それでは先輩、これをどうぞ。
ちゃん特製回るフェイトドラムです。あ、フェイトはもちろん悲劇的な運命という方で、はい、良かれと思って設置したスロットでしたが、サーヴァントの皆さんには喪失感でした。人間の皆さんは不自由さのプロですから、こういうのがいいのかなって思ったんですけど、 BB ちゃん反省です。せっかくギミックに凝ったのに回してくれないんですか。まあでも残念ですが、賢明な判断です、マスターさん。それで遊ぶとバレンタインどころではなくなりますし、ちゅ、お世話になっている先輩のため、個人的な衝動をグッとこらえる BB ちゃんなのでした。それでは先輩、そちらの商品を持ってお帰りください。リップの手前、いつまでも独り占めできませんし、今日はこの辺りで。提供は月のスーパー AI、 あなたの小悪魔 BB ちゃんでした。はい、犬、虫、牛、ハズレ、4つの項目を用意しました。文字が揃うとそれぞれのスペシャルステージへご案内いたしますので、楽しみにしていてください。ええ、もちろん本物ですよ。そしてこちらの選択肢を選んだ先輩に拒否権はありません。このスタジオはたった今スロットを回さないと出られない部屋になりましたから、さあどうぞ自らの運命をお試しください。生還確率は1/4。セラフを乗り越えたあなたならそう悪くない賭けでしょう。キャー、無駄にチャレンジャブル。どんなクエストでも一度は受けてみようじゃん。とりあえずバーサーカーで突入してみようじゃん。そんな迷いのない精神性、高評価です。おも、いえ、マスターさんはそうでなくては。でも気をつけてくださいね。私、余分な遊びほど凝るタイプですので、途中で脱落してもギブアップは認めませんから、ゴールするまで何度でもやり直します。そう、何度でも。たとえこの地球が終わったとしても逃がしません。ではどうぞ、カルデアのマスターさん、バレンタインが終わるまでに帰ってこられるといいですね。先輩、悪魔ですか。後輩が楽しく作ったスロットを投げつけるのはひどいと思います。うう、先輩、本気で怒ってます。さすがと言わざるを得ません。ここで安易な返答をしてしまえば、 BB ちゃんの隠された機能S スイッチがオンになると分かっているとは。キャー、ごめんなさいごめんなさい。はい、そうです、隠してません隠してません。情報に誤りがありました。
AI として反省します。せっかくマスターさんで遊ぶ機会でしたが、今回は自重しましょう。というか、メルトに陰口を言われた気がします。あの子の入れ知恵でしたか、先輩。ま、いいでしょう。この辺りが引き際と見ました。それでは先輩、そちらの商品を持ってお帰りください。リップの手前、いつまでも独り占めできませんし、今日はこの辺りで。提供は月のスーパー AI、 あなたの小悪魔リリーちゃんでした。まあ、マスター、どこにもいないと思えばこちらにいらっしゃいましたか。お時間はございますか。ある、それは上々にございます。信じられないとおっしゃられるでしょうが、この殺生院、何を隠そうあなた様を探していたのです。ええ、この私が朝から今まで魔性の目も使わず、自らの足と目だけでカルデア中を、おかげでこのような時間になってしまいましたが、それも過ぎたこと、心を荒げるのは後にいたしましょう。何しろ得がたい日ですから、私もまさかここまで心が弾むとは。探し人に思いを寄せるというのも楽しゅうございました。な、なんという心ない言葉。あなた様からの罵倒とはまた新鮮で。あ、いえ、そうではなく、今日はうららかな春のごとき心でいようと誓ったのです。もうどうか手心を、マスター。私を恥ずかしめないでくださいませ。こう見えて未だ修行の足りぬ身、何かの弾みで誓いを破ってしまうとも限りません。はい、バレンタインでございます。日頃の感謝とあなた様の自制心をたたえたく、ささやかながらお返しできればと。意外でしたか。こんな機会を見逃すほど私は鈍い女ではありません。ではどうぞこちらを。こうして私以外に振る舞うのは久しぶりですが。はい、今回は心を入れ替えてはいませんが、一心にあなた様の姿を考えていたら、このように皆様の愛らしい品に比べれば他愛のないものですが、私にとってはこれが最も嬉しい甘味。あなた様好みのチョコレートを作り、わしの爪のようにその心をつかむこともできましょうが、今回はなぜか私の好みを知っていただければと思ったのです。お嫌でしたか。そうですか、美味しいですもの、おはぎ。
いえ喜んでいただければ私も報われます。だってバレンタインですもの。柄ではありませんが、今日くらいは少女の気持ちを演じてみようかと思ったのです。おい、こいつは見物だぞ。シェイクスピア、またとんでもない傑作の予感がやってきた。ん？何ですかな？我が友アンデルセン、ソファーに足を投げ出したまま大笑いなどされて、何かとてつもない典型が落ちたようですが、その手に持っている書は最新端末のマニュアルでは？ん？そういえばそうだな。なぜ俺は今爆笑した？何か妙な一文でもあったか？いや、これは虫の知らせというやつかもだな。例えばそう、自分の正体を知らないバカ者が柄にもなく見栄を張って着飾ってみたら、それ見たことか。本人も気づかぬうちに露出狂、子供も指さすすっぱだかというあれだ。おお、裸の王様ですな。我が輩大好きですぞ。我が友らしい辛辣さと優しさが混ざり合ったいい感じで童貞をこじらせた名所ですからな。一言多いな、ウィリアム。読者からの批評は何でもいいが、物書き同士の批評となれば話は別だ。殺し合いと同義だからな。よし、表に出るがいい。俺も前から貴様の脚本には言いたいことが山ほどあった。よくもパックをあそこまで間抜けな妖精に書いてくれた。おかげで童話といえば妖精だ。見ろ、この俺の姿を。この姿で召喚される原因の一端は貴様にあると思うのだがな。これは失礼。今どうでもいいハムシの声が聞こえたもので。それではマスター、食堂に向かいましょう。おはぎには熱いお茶がよく合うもの。私でよければ一席設けさせていただきます。たまには鳥と花だけをめでる風流もおつなもの。しばし浮世の喧騒を忘れるのも良きことかと。まあ、私らしくないと。そのように言われると我が身の不徳を恥じるばかり。日頃の行いが返ってきた、そういうことなのでしょうね。ですが、ええ、そういうことでしたら、私もこの通り、忍んでいた本性をさらけ出すといたしましょう。ようこそ、私の天上楽土。魔性菩薩仰せによりまかりこしてございます。少女の誓いというものは儚いもの。あれほど強く願ったものがちぎれて消えてしまうとは。ですが、それもあなた様の望まれたこと、私の落ち度ではありませんわよね。私とあろう者がはしたない、あふれ出る感情を少しも抑えきれないなんて。
ですが、こればかりはご容赦を。だってとてもとても美味しそうなのですから。まあそんな青い顔をしてかわいそうに。糖分不足の貧血かと存じます。どうぞ殺生印印のおはぎをお食べください。ええ、私の分はお気になさらず、代わりがありますので。私おはぎも大好きですが、それと同じくらい好物がございますの。それを今からたっぷりと楽しめるなんて、ああたまりませんわ。はい、それでは遠慮なく、サイドの広げもつつがなく、おはぎをつまむようにごちそうをいただくといたしましょう。どこまで逃げても私の上、世界の果てすら次なる魔境の賭博口でございます。さあもう一度果ての快楽に溺れましょうよ。天井下脱なさいませ。あ、マスターじゃん。ハロハロー。どうしたっしょ、こんなところでぼんやりと。あ、さてはチョコレート待ちってやつ。バレンタインだもんね。そりゃ部屋でのんびりしていられないっしょ。ここのそういう雅な空気、私は好きかも。戦いばっかりじゃないっていうか、人生舞も舞台もあってこそみたいな。鬼も天魔も一緒くたって最高じゃん。そうそう、それでどんな塩梅？一つか二つ、それとも十か二十ゲットしたし。え、まだ一つも？マシからの後輩チョコもないわけ？あっちゃー、そんなことならもっと気合を入れて選べばよかったか。マスター、どうせ山ほどもらって処理に困ってると思ってた。と、今のはなしなし。マスターってばひも手だったわけね。超ウケる。じゃそんなかわいそうなマスターに私も追い打ちをお見舞いするし。はーい、お手。これが肉食系 JK からの心ないバレンタインだし。エモくていいっしょ。地元に行ったらなんかコラボしてたからつい買っちゃったのよね。でもギリとしちゃ上等でしょ。定番のお菓子だし、これでもないよりはマシだし。あ、それとも今から食べさせ合いっことかしちゃう？それならそれでルーム予約入れとこっか。なんてマスターっては顔真っ赤だし、おかしいの。私本気になると容赦ないタイプだしね。遊びのうちはこれくらいがちょうどいいっしょ。それじゃバーイ。大丈夫、安心するし。マスターならきっと最後には山盛りのチョコが集まるしね。
マスター、少しお話大丈夫でしょうか。いえ、お話といっても物語ではないのですが。その少しばかり気恥ずかしくてです。よければこれをお受け取りください。勘違いしていただきたくはないのですが、これは賄賂ではありません。命乞いでもありません。これを渡すから戦場に出さないでくれとか、殺さないでほしいとか、そういう要求の代価としてではなく、純粋にこれまでの感謝の気持ちというか、いけませんね。物語ならいくらでも口が動くのに。自分の気持ちをただ伝えるだけのことがどうしてこんなにも。恥ずかしがっている場合ではありませんね。言葉足らずのせいで嘘だと思われるのは嫌ですから。せめて顔はあらわにしておきましょう。あなたが私に物語以外のものをお求めかどうかは分かりません。必要なければそれは捨てていただいても大丈夫です。けれど私がこう願っているということだけは覚えておいてほしいと思うのです。マスター、私を殺さない良き王、私はこれからもあなたの物語のおそばにいられたら幸いです。こらー、ずっと探しておったのに、どうしてこんなところをうろうろしておるのか、愚か者。何はともあれ第一声での素直な謝罪、それでこそじゃ。わらわに対する自分の立場をわきまえておる。いけシャーシャーと。もしや分かっておってその態度なのではなかろうな。そうだったら拷問に値する。いや、さすがにそこまで愚かではないか。単純に鈍感なのであろうな、こやつ。やれやれじゃ。ともあれ、クッフッフ、呼びに来たのだから当然準備はできておる。来い。一応の確認だが、あのフォーフォー泣く猫はおらんな。おったら一緒につけるぞ。チョコフォンデュとかいうものじゃ。今日は日頃の感謝を込めてチョコを食わす日だと聞いたから。いうわけではなくてだな。どうせ普段は庶民らしい貧相な甘味しか味わっておらぬであろう貴様に、たまにはわらわが女帝らしいゴージャスなデザートの施しを与えてやろうというあれじゃ。わらわと共にこれを食することを許可する。ありがたく受け取るがよいぞ。
このチョコはどこか国のようじゃな。甘いと思えば甘く、苦いと思えば苦い。収める者の手で固くもなり柔らかくもなる。容易になくなりはせぬように思えるが、その実ふと気づけばあっけなく消えていたりする。そう考えると、今のわらわと貴様は二人で一つの国をつつき合っているようなものかもしれん。一応言っておくが、こんなことを許すのは、その貴様が初めてだぞ。わらわを軽い女と思うものなら即座に刑の執行。何？思っていない？重く受け止めて食べている？そうか、うむ、ならばよい。ではさあ、もっと食え。遠慮などするな。この果物などチョコとの相性抜群じゃぞ。信じぬか？ならば確かめさせてやろう。ほれ、口を開けよ。よくぞ来た。貴様一人をここに呼び出した理由は分かっているな。くらえ！どうだ？それでよい。このチョコを見て、うつくなんとかなどと言おうものなら殺していた。まあ、だからこの形状にしてみたわけだが、貴様は奴ではなく、うつくなんとかとも言わぬ。その意味においては認めてやろう。貴様は良きマスターだ。だからこれはその評価を形にしたものというか、信頼の証というか、そんなもので。そしてさらに、ただの食い物を送るなど我らには軟弱に過ぎる。なのでこれは鍛錬にも使えるように作った。マチョぐらいなら殺せるはずだ、多分。山ごもりなどして鍛えに鍛え、私のように腹筋を割り、その上で腹が減れば食えばよい。この贈り物についての説明は以上だ。貴様が強き戦士となることを期待する。今からでも必死に努力すれば、私の片腕ぐらいにはなれるかもしれんぞ。でしょ？だからいつもお世話になってるマスターに何か贈り物をしなくちゃと思ってパンケーキを焼いたんだ。いつも台所にいるあのおじさんに手伝ってもらったけど、ほとんど一人で作ったんだよ。部屋に入らなくて、とりあえずここに置いたんだけど、どうかな。特製の鉄板から自作したからね。
私のパンケーキの逸話に忠実に伝統的な手法で作ったんだよ。台所おじさんが靴底にベーコンを貼り付けて、鉄板の上をスケートした油を引いてくれて、華麗な5回転半アクセルも見せてくれたよ。で、その後は混ぜるのも焼くのも自分でやったんだ。さあ、冷めないうちに召し上がれ。早く食べちゃわないと、さっきから廊下の交通渋滞が深刻だから。うむ、よくぞ来たマスター。バレンタインである。わかっている、わかっている。今回のはすごいのだぞ。世の才能に驚き、存分に感動してほしい。ん？チョコより世の服装が気になると。ふん、嬉しいことを言ってくれるではないか。せっかくの行事ゆえな、サマードレス風に優雅、清楚、しかしてローマに決めてみた。たまには髪を下ろすのも新鮮であろう。バカンスだけの自然体というやつだ。しかし、うん、今日の本題は世ではなかったな。その賛美だけ心に留めておこう。では、ご本！いよいよ、本年度のびっくりドッキリチョコ！この日のためにデザインを起こし、素材を集め、腕によりをかけた奇跡の一品！天井の芸術、コロッサス級のチョコレート！お披露目なーる！うむ、我が会場劇場イルステリアスを飾る彫像をお手頃価格、お手軽サイズに仕上げてみた。その通りだ。ヴィーナスといえば薄着、薄着といえばヴィーナスだからな。うむうむ、いつか真意を借りてまで挑むほどの敵が現れたときは、このような姿になりたいものだ。要は、戦の神も全能の神も好かぬ。愛の女神、美の女神こそ世の守護神であってほしい。そんな願いを込めてデザインしたものだが、まあ、貝殻のビキニはさすがに、いやもちょっと攻めすぎだと思うので自粛した。ともあれ、もったいないと思うのは当然だが、遠慮なく口にするがよい。いやもちょっと恥ずかしいが、そこはそれ、バレンタインにはドキドキが必要なのだろう。何、そのチョコは表面だけのもの。何を隠そう、
チョコの下は黄金の世の像である。味は極上、飾れば至高、思い出は虹のごとしとな。夏の催し、実に楽しかったぞ、マスター。知ってる。マスターはいつも頑張ってる。頑張ってるマスターには当然ご褒美があります。うっ、なぜフランの思っていることが、もしやエスパー？じゃあ次にマスターがすべきことは？惜しいけどちょっと違う。もっと行動的に。ちょっとまだ早い。食べてない、あげてない。正解はフランへ歓喜のハグ。ぎゅう、う、ごめんなさい。歓喜、極まった感じ。とにかく、こちら、差し上げます。名乗しがたいうさんくささを出すのにはすっごく苦労した。うんうん、自信作自信作。ちょっと重たいけどマスターの胃袋ならきっと大丈夫。危な、外に出てくる。あー、そっか、外に。何考えてんの、あんた。バレンタインデーの贈り物ですが、何か？何か？何か？この上なく光栄なことであると喜びなさい。許しますよ、透明者。両手を高々と上げて喜んでもよいです。た、た、
えば私がこのようなものをもらってしまったら、驚きと恐れのあまり瞬時に気絶しているでしょう。その点あなたは大したものですね。正気を保っているとは。ですからバレンタインデーの、いけません。神聖な溝をめくろうとしてはいけません。しかも本気でめくろうとしている。ダメです。不敬、不敬ですよ同盟者。こうなれば正直に話すしかないようですね。この脅威のチョコレートの由来を。あれはそう、昨日です。私がチョコレート作りに悩んでいた時のこと。いかがしたニトクリス。太陽の光景を前にして天空が何を暗い顔をしている。そなたは冥界の暗黒を操りはするが、同時に天空の化身でもあるのだ。夢忘れるな。天空の限りはこの太陽が許しておかぬ。顔を上げよ、そして告げるがいい。その胸の内にどんな苦悩を抱え込んだのだ。ファラオ、オジマンディアス。もったいないお言葉です。私の悩みなどにお付き合いいただくなどとは。告げよ、三度は言わん。はい。実は明日のバレンタインデーについて、私も我が同盟者へ何らかの贈答品を用意すべきかと考えたのです。しかしその他のサーヴァントたちと同じようなものでは、ファラオの面目躍如とはいかぬのではないかと考えてしまい、どうにも手が動かぬありさまで、チョコレートなるもの、なんとか作ってはみたものの、満足な出来にはほど遠く。ふん、そういうものか。世にはわからん考えではあるが、お前がそのように言うのであればそうなのだろう。よし、ではその品をここに持て。世が好機による祝福を与える。特別にな、この世に二つとない宝がなるやもしれぬぞ。ファラオ、いけませぬ、そのようなもったいなきこと。ニトクリス、世は決めたのだ。しかしくどい。さあここに持て。さあ、というわけなのです。オジマンディアス様の真意を受けた我がチョコレートは、みるみるうちに小さなメジド様へと変化しました。わざとではないのです。わざとでは。きっとこの溝の霊気なるものがメジド様と深く結びついているがゆえ、その、はい。おいしいとは思いますよ。
喜んでいただければそれに越したことはないですね。そうです、感謝するように同盟者。待たせたな、マスター。ちょっと火薬多すぎたかの。改めまして、そう、わしこそがかの第六天。え、もう知ってるであるか。まあ細かいことは気にするな。こたびは年に一度のバレンタイン、こういうのは楽しんだもん勝ちじゃ。うっは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 っ。わしが水着を脱いだらいつものかっこいいわしになってしまうじゃろうが。水着のわしがわしであるために水着は必要不可欠。すなわちわしとそなたのように切っても切れないじゃな。いや、魔王の子というか魔王そのものなんじゃが。え、なんか魔王だから風邪ひかない的な感じ？そんなわけあるか！わしったらデリケートノブじゃし？いや、まあそんなことはどうでもよい！とにかく今年のチョコはすごいぞ！見よ！ドクロチョコをさらに一歩推し進めた珠玉の一品！もはやわびさびを超えてわびロック！しかもかっこいいポーズのおまけ付きじゃ。あまりの好きぶりに声も出ぬか。そうじゃろそうじゃろ。だがこれはまだ完成形ではない。行くぞ、三回神仏怪人と着せ。我こそは第六天魔王ハジュン、水着のプリンバレンタイン。こうしてこのチョコをフランベしてじゃな。今完成、水着の部特製バーニングぜひもないチョコじゃ。おしゃれ南蛮料理屋もかくやの表げた歌詞になったじゃろ。ほれ、遠慮せんとたーんと食うがよい。そなたのために用意したのじゃぞ。ほれほれ、わしからもらえて嬉しいのはわかるが、そんなに照れんでもよかろう。え、わし？わしとか全然照れとらんし。まあそなたがどうしてもと言うなら一緒に食べるとかしてあげなくもないんだからね。ところでこの部屋暑い？暑くない？うわあ！気づいたらわしとそなたでダブル本能寺ではないか。え、早く消せ。いや、その、これって割と発動すると後がないっていうか、わしこそが愛と炎の第六天魔王ハジュンっていうか。まあ、ぜひもないよね。
お、目が覚めたか。すまんの、わしとしたことがまたはしゃぎすぎてしまったわ。そなたとおるとついやりすぎてしまうわい。ほれ、だいぶ溶けてしまったが、チョコの残りじゃ。うまいか？そうか、ならばよい。のう、マスター。いや、わしとしたことがせんなきことか。さて、そろそろ戻るとするか。なに、いずれまたの。うん、よし、ではカルデアまで競争じゃ。わしに勝ったら今夜は朝まで集まりライブじゃ。遅れるでないぞマスター本日1400単独でマイルームに来るように。周囲に警戒、尾行に注意されたしたし。時間通りだ、よく来たな。ここが私のマイルームだ。おっと、キャス、フォーも一緒か。ボディーガードのつもりか。こしゃくな働き者だな。うむ、単独でとは言ったが、フォーであればよかろう。他人の気もしないし。さて、マスター、私の送ったメールは読んだな。要件はもう分かっていると思うが、まあ、なんだ。私もこの通り、今日はメイドを休業している。なので上下関係にとらわれず行動しよう。受け取れ、これが貴様へのレクイエムだ。ふん、軍曹と呼べ。お前といい、マーリンといい、たるんでいるぞ。あ、いや、マスターに言ったのではない。そこの獣にだ。まったく、何が殺し屋か。どこからどう見てもチョコレートだろうに。まあいい、さあ用件は済んだ。部屋に持ち帰り、夜の間食にでもするといい。甘さは控えめだが、6発もあれば満足できるはずだ。それでも足りなければ他のサーバントからもらうといい。ふうふう、まあ当然だな。スナイパーライフルだ、確実に仕留めるとも。では改めて言い直そう。そのチョコだけで甘味は十分だな。一つ一つ丁寧に大切に食べればいい。何しろ年に一度の贈り物だ。しかし一発で十分とはな。メイドとしてこれ以上喜ばしいことはない。
くってよマスター。今年の私は準備万端なの。あまり深く考えたことはなかったけれど、やっぱり現代の子に贈るプレゼントは現代風がいいわよね。だから、現代っ子がどういうものを好むのか考慮してみたわ。つぶさにデータを集めて研究したわけではないのだけれど、ピンとくるものがあったの。ああ、これだわって。きっとこれなら喜んでくれる。あなたもそうだし、マシもきっと喜んでくれるはず。なんて、あんまり期待を上げすぎてもダメよね。でもね、本当にこれが現代の若い子に喜ばれるものだっていう直感みたいなものがあったの。マハトマの声っていうのとはまた違って。いいえ、もったいぶるのはダメね。じゃあ、はい、ハッピーバレンタイン。どう？今風でしょ？ダヴィンチに行ってあれこれとアーカイブのデータを見せてもらったのよ。半日かけて検討して、それで見つけたのがこういう可愛い感じにカリカチュアされたキャラクターたちのチョコレート。もちろんカルデアのあなたへ贈るものだから、キャラクターは英霊たちにしてみたわ。どう？今風でしょ？現代っ子大喜びよね。よくってよ。あれ、もしかしてチョイス、何かおかしかった？まさか現代風じゃなくて1世代か2世代前っぽい？そうなの？でも私これよねってピンときて。間違えちゃった？よかった。たくさんあるからたくさん食べてね。とっても甘くて美味しいんだから。金星、金星、ご金星ですよ。本日はいつものようには申しません。いえ、もちろんハレンチな格好をなさった方々なら別ですが、今日という日については私も聞きを読んでいます。贈り物をする日ですね。何でも西洋の習わしだとか。素敵な習わしであると私も思います。思いますので、このように私も用意などしてみたのです。はい、腕によりをかけました。このように洋装などをしている身ですし、お送りする甘味も西洋風のものが良いかと考えて、エミヤ様やブーティカ様、キャット様にもご指導をいただいて作ってみたものです。
お口に合えば。影の風紀委員長としての私の思いの形、たっぷり味わってくださいましね。さあ、それはそれとして、そろそろ参りましょうか。言うまでもないことですが、あえて言いましょう。本日は思いを贈る日であれば、贈り物に例えばハート型の甘味などを用意してはいけません。それはさすがにご禁制というもの。ハレンチに結びついてしまうでしょう。それはいけません。ですので、影の風紀委員として私たちは目を光らせなくてはいけませんとも。何事にも例外はございます。さっさ、行きますよ、京極。ケーラ開始です。金星金星、ハート型チョコレートはご禁制です。後ろから脅かさないでよね。何？あなたまで妙な気配に惹かれてきたの？誰が邪神よ、誰が。もう反省したんだから、レースの件は納棺。っていうか最近はカルデアも物騒でしょ。邪神とか言われても困るのよね。ほら、出店不明の本物がいるじゃない。ああいうのに仲間認定されたら頭が痛いっていうか。いくら私が金星の女神でも、職種とかタコとか SF 的な括りには入りたくないっていうか。ま、いいわ。今日は私も不気分だし、いつもの暴言も今日はさらっと流してあげる。それで、ここには何の用？見ての通り、おかしな逆さまのお城だけど。そっか、チョコと観光か。どっちも選ぶとは欲張りね、マスター。ここ、ちょっと世界遺産っぽいし、わかるわかる。私もつい釣られてきたほどだもの。でも、残念なことに露店も名産も宝物庫もなかったわ。あるのは鳩とチョコファウンテンだけ。そりゃバレンタインだからチョコがメインなのはわかるけど。ん？バレンタイン、バレンタイン、チョコをもらいに私のところまで？しまった！チョコの相手って私か！忘れてた。なんて言えない目をしているわ。邪神でもすっとぼけるのは不可能だわ。でも、なんとかごまかさないと。美の女神を歌っておいてバレンタインを忘れてたとか、失態にも程があるし。チョコレートでしょ。そうそう、分かってるわ。ちゃんと考えていたわ、ちゃんと。うまくごまかすには。
ごまかすには、ごまかすとか。ああ、もうごめん、無理。素直に謝るわ。ごめんなさい、マスター。何も用意していませんでした。私はダメな女神です。そりゃあね、私だって今日の大切さは知っているわけだし、あなたには日頃からわがままも聞いてもらってるし、ここで返さなきゃ女神が廃るってものでしょ。だから素直に謝ったの。チョコ、事前に用意していなくてごめんなさいって。でも幸い今日はまだ始まったばかり、いくらでも挽回のしようがあるわ。はい、そんなわけでスクーターを出すから後ろに乗って。マスター、観光がしたいんでしょ。ならとっておきの名所に連れて行ってあげる。光栄に思いなさい。私がタダでマンナを飛ばすなんてめったにないんだから。ええ、世界中を回れば素敵なチョコも見つかるだろうし、二人で一緒に最高のチョコを探しましょう。準備はいい？それじゃあツアースタート。誰にも真似のできない最速のバレンタインをプレゼントしてあげる。先輩、もう隠れるのも限界なのでは。先輩、お気持ちはわかりますが、パールさんが運んでいるあの荷物、ただならぬ偉業にしていようですが、あれはマスターへの贈り物なのでは。マスターさんが喜んでくれるといいのですけれど。ほら、マスターと言ってます。確かに目に見えるような圧力、いえ重力のようなものを感じますが、隠れてやり過ごそうとするのはそれはそれで後ほど問題が大きく。あ、見つけました、マスターさん。それにマシュさんも。今日は何の日かご存知ですか？そうでしたか。まあでも節分もほぼ同じようなものですよね。1ヶ月早いです。今日はもっと女性にとって大切な日ですから。なんとバレンタインデーなのです。そうですね。世俗に疎い私でもこれは良い行事だとわかります。そして今の私は女神の権能をほどほどに使えるトップサーバント。
そこでここは一つ女神の力をフル活用してこんなものを作ってみました。すごいですよね、この迫力。まさに人の手ならざる女神の御業。乙女たるもの、一度はこのようなチョコを夢見たことがあるのでは。私ですか。乙女たるもの、一度はこのようなチョコを夢見たことがあるのでは。そうですね、確かにお腹が空いた時たくさんのチョコを夢見たことはあります。そのような事情から私のマナ牛ナンディをチョコでまるっと再現したものです。かわいいですよね、美味しそうですよね。いえ、ナンディの肖像権に関してはいろいろと問題が発生しましたが、それはこちらの話。まったく、ナンディったら頭が固いんだから。私をモデルにするなんてとんでもない。致命的にせん、いえモラルがないかと。せめてもっと小型に、食べやすい大きさにしないと。と、やる気をそぐようなアドバイスばかり言って、後でお腹に超音波ですね。と、いけません、今はマスターさんの前でした。このナンディチョコはマスターさんに捧げます。どうぞお召し上がりください。味はカルデア1と自負していますので、どうか残らず後で確認に行きますね。はい、それでは私はこの辺りで。ホワイトデー期待しちゃいますね、なんちゃって。ヒュー、パールさん、とてもご機嫌でしたね。でも先輩、これをすべて。マスター、どうか返却などはなさらぬよう。パールバティにとって今は我が世の春。あの笑顔を曇らせたくなければ、どうか残らず食べていただければ。もちろん私も手伝います。それからにゃがにゃが、調子に乗ってパールバティを煽った彼女も手伝うと申し出てくれました。そんなん一言も申し出て、ギャー、石化マガンの重圧プレス。マスター、私ジャガーマン、マッシュ、その他関係者の方々、皆でこのチョコレートを徹底的に貪り尽くすのです。私も加わってるのですか。マスターの勇気は世界を救うと信じて。もう未完でいいんじゃないかにゃん。
マスター、マスター。お疲れ様です。本日は何やらお忙しくされていらっしゃるご様子。そのようにマスターの元気なお顔を見るとなんだか私も楽しくなってきてしまいます。普段であれば日々マスターは戦っておられます。私には想像することしかできませんが、決して安楽な童貞ではないでしょう。過酷な戦いであるかと。ですので少し案じておりました。息抜きもなく戦い続けてしまってはお体に触るのではと。でも今日のマスターといったら、戦いの気配とは異なって、しかし全身には気力が満ちて実に楽しげな様子ではありませんか。私嬉しくて仕方ありません。こんなマスターの姿を目にできるだなんて。というわけで、忙しく何かにふけっておられるマスターへの応援に、こちらをどうぞ。いいえ、いいえ、私の方こそありがとうございます。なんだかわかりませんが応援しております。きっと楽しい遊びにふけっておられるのでしょうね。本日は頑張ってください。私心より応援いたしておりますので。はい、バレンタイン？何です？それ。そうだったのですね。そうとは知らず、私ったらお恥ずかしい。あ、お恥ずかしい、なんてこと。いえ、いえ、もちろんそういうお話であれば構いません。郷に行っては郷に従いましょう。ええとも。日々の感謝はもちろん込めております。バレンタインの贈り物ということでお受け取りください。あ、そうだ、そういうお話なのでしたら、気になる娘さんからはちゃんとチョコレートを送っていただけましたか。色恋沙汰は得意ではありませんが、こう相談にはいつでも乗りますので。ええ、何でもお話ししてくださいませ、マスター。あ、そうだ、そういうお話なのでしたら、気になる殿方にはきちんとチョコレートをお渡しできましたか。色恋沙汰は得意ではありませんが、こう相談にはいつでも乗りますので。ええ、何でもお話ししてくださいませ、マスター。親方様。これは失礼をば、どうかお許しを。気がせいていたようにござる。聞けば今日は多くのサーヴァントにとって忠誠の証を立てる日であると。ならば我が身も同じくして忠誠をご覧に入れましょう。いざいざ。
洋風ぜんざいにございます。あ、こちら洋風ぜんざいにございますれば、チョコレートをふんだんに使いました。忍びの技のみならず、武芸に家事にと身につけておりますので、お任せください。甘味とて完璧にござる。と申し上げたいところなのですが、どうにも勝手が分からず、チョコレートはとんと扱ったことがなく、味見こそしたものの、拙者の舌には美味と感じても、何分東西風の味には不慣れな田舎者の舌にて。お許しください、親方様。もしも万が一、親方様のお口に合わぬようであれば、この首即刻。ありがたき幸せ。はお気遣いいただき、かたじけない我が忠誠の証、受け取っていただければ幸いにござる。そして願わくば、親方様の舌が美味を感じてくださいますよう。それではこれにて、ごめん。お呼びで。マスターは我が新たな主人、主にございますれば、お呼びとあらば即参上いたしまする。こたびはいかなるご用の向きにて。バレンタインにございますか。そういえば、カルデア職員の方々がそのような。はい、断層も知識としては得ております。確か本日はバレンタインなる祭事の日、日頃の思いを形としてお渡しするのだとか。断層としても、そうですね、日頃何かにつけて目をかけていただいているお礼に何らかの品を差し上げられればよいのですが。そうでした、うっかりでありまする。申し訳ありませぬ。私そのことをすっかり失念しておりました。まるで何も用意できていない。なんたる愚かな。からくりとして短期記録については少なくとも壊れてはいないはずなのに、うっかりと。かくなる上は、サイリン素材、いや、そうではなく、あ、そうです、断蔵、贈り物にふさわしきものを携えておりまする。こちらをお受け取りください。はい、まんじゅうにて。このまんじゅうであれば贈り物として適当でしょう。このまんじゅうこそは風魔まんじゅう貝。風魔一族がその総力を結集して作り上げた一品めいた何か。それを団蔵がさらなる工夫を凝らした改良品にございます。一日を過ごすために必要な活力がすべて蓄えられており、
一つ食べれば百人力というものです。同性風に言うのなら、そうですね、高タンパク、ビタミン豊富、そして高カロリーです。このまんじゅうさえ食せば飢えることはまずなく、全身に活力がみなぎるはず。例えば魔力の一時的増加とて夢ではありません。ありがとうございます。はい、これはすごいものなのです。私も開発と改良に励んだものとして鼻が高いというものです。ただ一つばかり懸念として、もしやまずいのではという、そうなのです、断蔵は味覚がありませんので。風魔の方々はまんじゅうの改良をそれはそれは喜んでおられたのですが、ただ味についてはガンとして誰も感想を述べてくれず、無論効能には細心の注意をいたしましたが、味についてはとんと考えが及んでおらず、ですのでその、マスター、しっかりなさってください。我が主、マスターちゃん、なれなれしい呼び方。仰々しい呼び方。私は怒っています、マスターちゃん。どうしてかわかりますか？チョコもらいすぎ問題。どういうことなの、どういうことなの。いや、もうもらいすぎだよマスターちゃん。しかもチョコだけでは飽き足らず、真珠だ、ぬいぐるみだ、生物だと。マスターちゃんのマイルーム、ちょっとイカイカが始まってるんじゃないの？道理でハロウィンの時、ワンタッチで私の部屋に変わると思った。このままじゃノンストップセイレムよ。地獄の門は開くし、ネクロだかネコロンダだかの本が落ちてきて、トモエちゃんが危機としてダイスを振り始めるわ。あの子、アナログもデジタルもオールオッケーだから。白化け物なので妖怪階段はお手の物、ワイダンは苦手。それはそれとして、はい、マスターちゃん。と、マスターちゃんに対しておさかび姫はさりげなくチョコを渡すのであった。そういうわけで用は済んだので、おやすみなさい。夜は始まったばかり。100年くらい前は23時以降はテレナンとかでつなぎっぱなしだった。え？知ってる？知らない？あ、そう、そうだよね、そりゃそうだよね。私ってば
だいたい明け方からお昼くらいが睡眠タイムなのよね。ともかくそういうことで、ではさようなら。緊張感全然知らない。これだからサーバントってやつは始末が悪い。全盛期で呼ばれちゃうから乙女心も全盛期なのよ。はあ、恥ずかしい。引きこもろう。食べてくれるかな。美味しいって思ってくれるかな。メッセージカード、そっけなかったかな。でも、なんか思うままに書いてたら、すっごく恥ずかしいポエムになってたし。うん、チョコもそういえば、ひび割れてたな。形もハートとかありきたりすぎて、はあ、なんかやばい。引きこもりたくなってきた。からおさかべ姫、マスターちゃん、な、何、私に何か用？今からこうもののけ SNS でメソメソ愚痴る予定だったんだけど。別に大したことないこともないけど、まあ私としては珍しく、ネットも原稿も立ってレシピ見ながらあーでもないこうでもないってやった甲斐があったっていうか、味落ちとかシャレにならないから味見もちゃんとしたし、味見しすぎてちょっとなんか一層ムチムチになった気がするから、水着は大丈夫かしらとか思ってなんかないから。とりあえずどう、いたしまして、しつデイします。渡せてよかった。部屋にいましたね、パイロット候補。私です、メイガス・エイジス・エリザベート・チャンネルです。今日もやることもなく自宅待機ですか。情けない。お前には上昇志向というものがないのですか。まあとはいえ、バレンタインだからといって浮かれていないのは良いことです。そんなお前に私から重要な提案があります。至急カルデア地下格納庫に来るように。言っておきますが3分です。それ以上は私の炉心が持ちませんので。そんな無駄口を叩くとは余裕ね、パイロット候補。刺激心をそそります。
もちろん1分の遅刻につき目返りパンチ一発です。それともデスカッターがお好みかしら。ええ、だから1秒でも早く来てと言っているのよ。これ以上私の炉心を暴走させないことね。早い！普段は寄り道ばかりするくせに、なぜ今日に限って時間ぴったりなのですか。しかも余裕たっぷりに息一つ切らさず。この苛立ちは未体験、解析不能の衝動です。なんだか理屈なしで不満を覚える私がいます。えい、目返りパンチ、目返りパンチ。そうですね。なぜ私は怒っているのでしょう。いつも時間を守らないお前がスケジュール通りに行動することは喜ばしいはずなのに。バグかしら。それとももう怒りの許容範囲を超えてしまって何をしてもパンチしたくなっているとか。パイロット候補、今何か言いかけましたか。チェイテの守護神にして地上で最も美しい鉄、この鋼鉄魔女メカエリちゃんに対して、バグだとかレトロすぎるとか絶壁だとかその手の思考を巡らせた愚か者の末路は知っていて。いいえ、説明の必要はなかったわね、パイロット候補。お前は賢い、私のしもべなのですから。そうでした。今は私の人身回路の話ではありません。さて、お前を呼びつけたのは他でもありません、この神聖な空間。メカにとって魂のふるさととも言える格納庫にて最高の名誉を与えるため。受け取りなさい、これが私からお前に送る協力者の証です。当然でしょ、私は炭水化物も糖分もカルシウムも取りません、鉄ですので。ですがそれはそれとして、今日が何であるかは理解しています。ハロウィンも認める私ですので。コホン、というわけでひざまずいて受け取りなさい。これが私とお前をつなぐ鋼鉄の絆。いついかなる時でもお前のボイスをコマンドとして私の AI に届かせるしもべの冠。そう、これこそは主人公のマストアイテム。今日はまさに叙勲式なのです。む、どうしたのです、パイロット候補。これで私とお前は一心同体っぽくなるのよ。もしや、もっとシンプルにトランシーバー型が好みでしたか。そうでしょうとも。これは私が最も敬愛する特撮から得た、いつまでも色あせない最高の送信装置です。最新のヘッドマウントディスプレイには私の好む戦法、私のしたい攻撃、私の欲しい補充アイテム、私の意欲を向上させる言葉などマニュアルとして表示されますので、お前は注意深くマニュアルに従うように。ん？なぜこんなものを作ったのかですか。もちろん
私の親切心です。お前にはかねてから足りないものがありましたから、それをこの木に矯正してあげようと思ったの。素敵でしょ。自分でも自分の発想がちょっと怖いわ。エリザベート・バードリーは天才だったのね。それはともかく、何をしているの。もたもたしていると口から火を吐くわよ。早くかぶって。そういう場面よ、ここは。グレート、やだ、私のパイロットかっこよすぎ。ああ、いえ、何でも。今のはただのバグです。気にしないように。パイロット候補、いえ、マスター、お前には私のパイロット候補としてさらなる成長を望みます。私は正義の執行者ですが、どこまで行っても平気です。扱う者の心が強くなければ打流に落ちる。そのレシーバーには私の強制停止機能が含まれています。私にとってのレージュですね。まあ成功率は 12% 程度ですが、それでもないよりはマシかと。そうですね。そのレシーバーをかぶっているお前が視界にいる時点で、私が暴走することはないでしょう。ええ、でも心のブレーキにはなるわ。お前のせいで人身回路も持ってしまったことだしね。何にせよ、それが私からの贈り物です。私にできる最大の信頼を形にしてみました。食べ物でなくて残念なら今すぐ食堂に行きなさい。チョコレートはそちらでどうぞ。私があげられるのはこういった面白みも華やかさもないものなので。そうですか。その言葉で私の露心も落ち着きました。では試しに初めてのコマンドを命じなさい。初回サービスです。どんなものでも起こりませんので。ここにいるのは分かっているわ。マスター、どこにいるの。マスター、出てきなさい。そして私の体を磨きなさい。今日のヤスリがけは右スカート上部走行400平米分よ。3時間は覚悟なさい。いつまでもサボっていないで仕事をして。私のボディのケアもマスターの役割でしょ。呆れた。昼間から熟睡とはいい身分ね、マスター。私が起こしに来なかったら夕方まで寝ていたわよ。せっかくの祭日を寝過ごすつもり。
まだ寝ぼけているのかしら。覚醒のオンオフができないなんて、人間は不便よね。ええ、やめろー、オッキー、ぶっ飛ばすぞーとか、キャップ、ネザー社の出番だとか、愉快な上言を口にしていたけど、ちょっと観察しがいがあったわ。けど、本当にひどい顔色ね。まるでペンキの剥げたポストのよう。チョコレートに潰される夢でも見た？それとも、チョコレートの講習台に立たされる夢とか？だってあなた、他のサーバントからもプレゼントをもらうんでしょ。私でさえ数を把握しきれないのだもの。いちいち食べていたら、それこそ体調が破壊される。そう、あまりもらえていないの。私のマスターのくせに人気がないのね。下手者好きだからそうなるのよ。自分の性癖を少しは思い知ったかしら。そう、廃屋よりレギュラー派なのね。その安物趣味、不愉快だわ。スペシャルなものはオンリーワンであるべきよ。数を誇るのは感心しないわね。今、自分は量産型とか作っていたくせに、と思ったでしょ。私は特別よ。とてもスペシャルなものだから、量産品にしてもグレードは下がらないわ。それじゃ、はい、これ、あげるわ。何これ、なんて顔をしないで。見ればわかるでしょ。シートベルトよ。私はチョコレートなんて一過性のものに関心は持たないの。でも今日は祭日だから、必要なものをあげるのにはいい機会だわ。今は必要のないものだけど、私のマスターであればいつか必要になるものよ。その時、安物を使われては困るから、余裕を見てはデザインしていた、というわけ。サイズは合っているわ。触り心地も機能性も S クラス。よかったわね。じゃ、さよなら。私はチェイテ城のフレームの様子を見てくるわ。その時を楽しみにしているわ、私のマスター。いるかい、ピグレット。ちょっといいかな。こほん。この魔女キルケーから君への好意は疑いようがない真実さ。そう、いわば永遠なる黄金の果実だ。天空をめぐる月のように、常に私の思いは君の傍らにある。もちろん、そう確信してくれているだろう？と、望みたいけれど。それでも、その、ちょっと不安になることは、あって、ね？そこでこれさ！よかったら受け取ってくれないかな？そう、バレンタインデーのプレゼントだよ！
1年に1度決まった日にお菓子を送ろうなんてとてもユニークな風習だ。現代人もなかなか好都合な、いや粋なことを考えるじゃないか。そうだろう。もちろん私の手作りさ。チョコレートの菓子なんて初挑戦だったけれど、まあまあよくできたと思うんだ。中身にはそれぞれ異なる味のシロップが入っているからね、飽きさせないよ。できれば一気に食べずに少しずつ服用、もっといい味わってくれるといいな。そうすると徐々に馴染んで。大変だ、暴れ豚だ。ブラド三世氏の部屋から巨大な豚が飛び出してきたぞ。どっちのブラドスの部屋から？槍王？それとも巨王の方？それが今問題になる状況か。暴れ豚だぞ、相手は。みんな捕獲ネットは持ったかな？では行くぞ、豚追いだ。隔壁を順次閉鎖する。あちらの倉庫へ追い込みたまえ。了解です。なーに、大した被害は出ないよ。あの調子ならしばらくしたら収まるさ。ダヴィンチとスタッフに任せておけ。しかし暴走してしまったか。強化付与の副産物はちょっと厄介か。もう豚というより先祖返りしたイノシシだものな。大変大変大変、こっちにも暴れ豚よ。バベジ教授の部屋から巨大なメカ豚が飛び出してきた。よーし、大成功。こっちの方の効果は抜群だ。この先にシミュレーター室が。あの部屋の構造なら格段に強固だわ。はい、私も賛同します。人に向かっては襲ってこないようですが、とても混乱しているようです。衝突に注意しつつ誘導しましょう。わかった。マッシュは本当に優秀だな。私の次女に雇いたい。ダヴィンチが羨ましいよ。うん、なんだい？ああ、チョコの試食のことかい？ああ、依頼したよ。それがどうかしたかい？今回のキュケオンシロップは新作レシピでね。そこらの耐毒、耐魔力特性ならものともしないよ。カルデアっぽく言うならキュケオン EX ってところか。とまあ格別に強力な出来栄えではあるんだが、ちょっと不安定で結果が読めなくてさ。何人かに試食を頼んではみたんだが、みんな顔をしかめて辞退してしまうんだ。失礼だよな。
心よく引き受けてくれた男性はたった2匹しか、いや2人しかいなくてさ。うん、それがちょっと心残りだ。どうしたんだい？私の贈り物を凝視して。何の心配もいらないよ。サーヴァントではちょっと副作用が強く出ただけさ。人間相手ならこんなことにはならないと保証するとも。それは。本気って？いや、これはほら、君専用の調合だから解毒薬の用意がね。あの、マスター、目が怖くないかな？もしかして怒ってる？2匹だけじゃなくてもっと念入りに実験すべきだったかい？してくれた？そうか。ならよかったよ。頑張って作った甲斐が あったかな。わかったよ。確かにそれは私が悪かった。ちゃんと後始末を手伝うと思う。来年こそは。そろりそろり。いた、マスター。マスター。安堵、安心、間に合ってよかった。これなれば下界の菓子工房よりの届け物、僕からマスターへの贈答品。
厨房の旧編に紹介された中華街のパティシエの特製品なり。届いたばかりのところを慎重に慎重に持参した。慎んでマスターに献上。はい、気をつけて。気に入った？え？まるで僕みたい？それは言い過ぎ。でも嬉しい。うん。今日はバレンタインデーだと玄城から伝え聞いた。ぼんやりとは知っていたが、好きな相手にチョコレートを贈る日だと。マスターに喜んでもらえたなら僕も嬉しい。それじゃ。マスター、すまない、陳謝。先ほどのあれ、贈答品を一旦返してほしい。問題あり、大問題。イナ、ステイ。あの不始末少女がまさに今更ながらに語るには、バレンタインデーの意味とは、チョコレートを贈る行為とは、恋仲の二人の愛の告白のようなものだと。一般的に女性から贈るのが習わしと。して贈り物ならもっと他の品を。ロック。マスターは意地悪だ。今日はもう口を聞かない。マスター意地悪。おやややん、本日は随分とお気持ちが高ぶっていらっしゃるのですね、マスター。存じておりますよ。バレンタインデーという贈り物の習慣があるのですね。素晴らしいですね、天才的な思いつき方。対象は食品ですから、貯蓄されずに消費されますし、毎年ラインナップも変わって新鮮さが演出できます。
マスターの故郷の日本国だけでも1000億円を超える莫大な経済効果が。はい、バレンタインの効果はそれだけじゃない？なるほどなるほど、確かにその通りです。私としたことが。贈り物は気持ちが大切ですものね。そうですね、マスターが私のなぞなぞに正しく答えてくださったら、もしかして今日だけの特別なご褒美があるかもしれません。ですが、私贈り物には少しうるさいですし、手加減はいたしませんよ。いいお返事です。では参ります。マスター、あなたは砂漠を歩いています。さあどこでしょう。とにかくどこかの砂漠にいらっしゃり、そこへタラスクが現れます。ご存知ですね、タラスク。その理由は何でも構いません。ねえ、おっしゃる通りです。マスターはそのタラスクをひっくり返します。タラスクは足と尻尾を激しくバタつかせますが、全く起き上がれません。ですがマスターは彼を助けません。なぜマスターはタラスクを助けないのです。どうぞお答えください。それは、かわいい。かわいいお答えですけど、やっぱり不正解です。不正解です。ええ、特別によろしいですよ。それではお答えは、なるほど、それは一理あるような。いいえ、何でもありません。もちろん不正解です。マスターにはもっと他にふさわしき称号があるはず。受けてません。断じてつぼに入ったわけではないです。不正解です。ああ、あいにくと時間切れです。マスターにはこちら残念賞です。はい、どうぞ。ハッピーハッピーバレンタイン。こちらはですね、そのうん、昨夜慌てて駆け込んだ購買部さんが頑として値段交渉を受け付けてくれなかったとかではなく、それでも時間いっぱい最小の投資で最大のリターンを狙ってみたものの、
思った以上に微妙な成果に途方に暮れたとかでもなく、本当ですか？3個セットじゃなくてもご満足ですか？そうですか、よかった。マスター、いきなりもふられては、そこは超敏感なので。バリトー、はい、その通りです。それが真の正解です。ごめんなさい。ちょっとかっこいいところをお見せしたくて。わかりました。ああ、腰が抜けてしまいそうです。コソコソ、そろりそろり、ピタッチー。あ、マスター、ごきげんよう。かくれんぼの最中なのですって？いえ、そうではないのだけれど、その少し出ていく機会を見計らっていて。ええ、ジェロニモさん、休憩所の椅子にかけたまま身動き一つされないの。多分居眠りをされていらっしゃるみたい。まあ、スタッフのさん、こんにちは。いいえ、どういたしまして。お口に合いましたか？そう、よかった。スタッフの一人一個ずつですよ。マスター、そのこれはね、説明をいたしますと、私チョコレートを作ってみたの、厨房でキャットさんに教わりながら。カルデアの皆さんにお渡しできるように少し小さめのものをたくさんよ。型から抜くのが大変で指がもうクタクタ、でもとっても楽しかったわ。最初は小熊型か蝶々リボン型のチョコが良いかしらと思ったのだけれど、悪いことは言わぬ、やめておけ、もっとシンプルが良いぞってキャットさんが。正解だったわ、キャットさんのおっしゃる通り。ええ、みんなよ、サーヴァントの皆さんの分も作ったの。お部屋から出てこない方以外にはほとんどお渡しできたと思うのだけれど。
ジェロニモさん、甘いものなんてご気分を害されないかしら。お休みのお邪魔じゃないかしら。その、できたらマスター、一緒に。マスター、そうね、わかった。勇気を出して。はい。鍵穴の形をしているのだけど、これはトーテムポールにもちょっぴり似てるって。そう言ってお笑いになったわ。ええ、ありがとうマスター。うん、マスターのおかげだわ。まだ胸がドキドキしてる。聖バレンタインの日か。セイレムにいた頃はこんなの考えられなかったな。マスター、ご存知かしら、私の村ではね、クリスマスのお祭りもないの。新年を迎える時だってとてもささやかなお祝いだけ。だから、頭では分かっていても、カルデアで実際に体験すると驚いてばかり。厨房でとてもたくさんの豪勢な材料を見た時には、私、目を回してしまったもの。ねえ、マスター。日々のお祈りを欠かすことはないけれど。でも、すぐ目の前にある幸せに向かって怖がらず一歩ずつ近づいていくのも、それもまたきっと大切なことね。自分がどこか変わってしまう、何か大切な思いを置き去りに忘れてしまうことが、私怖い。マスターも怖いのは私だけじゃないのね。生きる、私サーヴァントなのに。恐ろしい力を持ったフォーリナーなのに。うん、決めた。今日の一番の勇気を出してお伝えしなきゃ。ねえマスター、こちらの贈り物受け取ってくださる？マスターへの贈り物はね、他の方のとは違うの。特別なの。ごめんなさいマスター、こんなの悪い子のすることだわ。あなただけに、私だけがよく思われたいだなんて、いけないことよ。とても、でもどうしても気持ちを伝えたくて。他の方みたいに綺麗な飾り付けはできなかったけれど、
それでも私のわがままを受け止めてくださるならすごく嬉しいの。マスター？やっと食堂から出てきたわね。お昼時を狙っていれば捕まえられると確信していたわ。まあ本当は夕食の後が良かったけど、そうなると周りに人多いものね。さて、いよいよこの時がやってきたわけだけど、なんだ大したことないじゃない。私自分でも驚くほど落ち着いてる。精神統一に2日費やしたのが良かったのね。ついでに言えばチョコレートの出来も最高だし、1月も練習時間を設けたのだもの。美味しさも造形美も呪力も文句なしのはず。ええ、1日1個試作品を作るのは楽しかったわ。できれば毎日したいくらいにね。まあうまくできたのはこれ一個だけだけど、一つできたのならあとはみんな成功みたいなものよね。いけない、曲がり角で選ぶってる場合じゃなかった。この足音間違いなくマスターね。どんな時でもクールにカレータレ。よし、行くわよ。エルシキガル、女神の余裕華麗に味わわせてあげましょう。フォー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 、イヤー、フォーフォーフォー。あら、最悪の獣じゃない。ボディーガードのつもりかしら。まあいいわ、今は無力のようだし。あなたはあっちに行っていてね。さて、それじゃあ気を取り直してっと。ごきげんよう、マスター。こんなところで会うなんて予定通りね。今食堂から出てきたようだけど、お腹が減っているのかしら。そういうことならとっておきの栄養食があるのだけど、味見とかしていく気は あるのだわ。いや、フォーフォーフォー。そうよね、食堂から出てきたのだものね。知っていたわ、聖者の常識だものね。うわぁ、精神集中はどうした私。自分でも驚くほど落ち着いているのだわ。ええ、ご丁寧にどうも。
挨拶は大切よね。そういうところを評価するわ。そうなんだ、やったわ。タイミングバッチリね、私。そういうことなら、はい。食後のデザートがないのもかわいそうだし、どうせ他の女神からはもらえないだろうし、せっかくの現代のイベントだし、あなたにこれあげるわ。私はこういう甘いのあまり好きじゃないんだけど。に気づいたのが昨日だったから、作り慣れたデザインで無理なく華麗に仕上げたのだけど。ええ、そうよ。その相関は私にとって一番大切なもの。人間にとっては魂を閉じ込めるもので、敵にとっては体を貫く槍なのにね。そんなものを大切だと思ってくれるなんて、ほんとおかしな人間なんだから。そうよ、折り作りとか自由自在なのだわ。この通り、私は冥界の陰気な女神なんだから。あなたはそのあたり忘れがちだから、あえて警告としてそういう形にしたの。そのチョコを見るたびに思い出すことね。あまり私を甘く見ないようにって。まあ別にすぐに食べなくてもいいものだし、気が向いた時に食べるといいわ。そして足りなかったら私を訪ねても構いません。もしものために予備も作ってありますから。今まで味わったことのない味だ。もう完璧すぎて冥界のチョコしか食べたくない。そんなことになったら私の責任だし、ちゃんとアフターケアも考えてあげますので。ファンファン、ムカツドリームファン。いちいちうるさいわね、この獣は。いいでしょ、夢を見るくらい。私だって分かってますよーだ。やりすぎっていうか、全然可愛くないことくらい。でも他に思いつかなかったのだもの。自分で自分の陰気さが嫌になってるわよーだ。ん？あ、な、何？この場で返品とか辛すぎるのだわ。そう、喜んでもらえるなら結構です。私は女神としての余裕と恩義を示しただけですから、別にお返しにワクワクしたりはしていませんから。それは、いや待った、嬉しいけどそれはダメ。あんな大量の試作品見られたら女神の威厳が。っていうか、お礼を言われただけで胸がバクバクいってるし、これ以上のハッピーは私の一日の許容量を超えている気がする。バカを言わないで。そのチョコから得られるエネルギーは人間の一生分。雪山で遭難したって生きていけるんだから、一日で食べきれるわけないじゃない。気持ちは嬉しいけど、おかわりはまた後にすることです。
具体的に言うと2週間ほど時間をください。それならなんとかなるはずだと私は未来の自分にかけるのだわ。全部お見通しかい！ちょっとは空気読みなさいよね！とにかくこれで義理は果たし、じゃない、契約者としての責務は果たしたわ。それじゃあね、マスター、食堂のランチは D 定食がおすすめよ。ファーファーファー。ふわふわなマスターが気がつくと、そこは12月24日じゃった。驚いたかな？いや、驚くに値しないぞ。たとえバレンタインでもクリスマスが勝つ時がある。そんなファンタジーがあってもよいと思う。まだまだ肌寒いサンタなのであった。おおお、メリーバレンタインじゃ、若者よ。ふふふ、ゼルコにはこんな使い道もある。他のサンタにはできない芸当だな。元気にしていたか、マスター。クリスマスでは世話になったな。24日はとても大変だった。一日で世界中の田舎町を回ったのだから。相手が不在だったり、住所が違ったり、これじゃないと泣かれたり、キャンディーケインもごっつんこだったが、うん、あれはとても楽しかった。いつかまたお前と一緒にプレゼントを配りたいものだと思い出話をしていたら日が暮れてしまうな。今日はそのなんだ、サンタとしてではなく、私としてお前に贈り物を届けに来たんだ。クリスマスの日、一つだけこっそり取り置きしていたものなんだが、喜んでもらえるだろうか。うん、こうして直に渡すと、とても顔が熱いのだな。また一つ勉強になった。落ち着かないので、今回限りにしたいところだが、年頃の男子にとって、ホールケーキを一人で食べるのは最大の贅沢と聞いた。年頃の淑女にとって、ホールケーキを一人で食べるのは最大の贅沢と聞いた。なので、満面の笑顔でほっぺたを膨らませるがいい。きっといい夢を見られるはずだ。そういうわけで私は失礼する。アルテラサンタは地球上では3ターンしかいられないんだ。言えばそうだった。お前は賢
賢いな。そして優しい。うん、では私も少しいただくとしよう。きっと美味しいぞ。味は保証する。この私が選び取った一品だからな。だが食べ過ぎて鼻血だけは出さないように。経験者は語るだぞ。なんで、誰だい？ほとほとと戸を叩いてやかましいね。キツツキかい？それとも、カワウソの化け物かい？別にいいさ。隠すようなものは何もね。好きに入っとくれ。マスター殿だったかい。またひょうきんな顔だ。豆鉄砲でも狂ったかい。この部屋かい。こいつは半分はかき割りさ。残り半分はダヴィンチ殿から都合してもらって持ち込んだ家財道具さ。デイデイ、カルデアはどこもかしこも殺風景でいけねえよ。ま、せっかく寄ってくれたことだし、火鉢でも当たっていきな。あいにくと出がらしの番茶しかねえけどな。塩こう？なんだいそりゃ、聞いたことないね。チョキチョキしてていいね。ちょうど胸口を叩く相手が欲しかったところさ。ま、俺はしっけしてええ仕事をやっつけるが気にすんな。そこらに上がって座敷犬みてえにくつろいでておくんな。ああ、そうさ、お仲間のサーヴァント連中からの依頼だ。なに、挨拶代わりにはちょうどいいってね。あんたこっちから頼み込んであれこれ書きに行きてえくらいだが、頼まれ分も結構溜まってきたもんだから、まとめてやっつけるのさ。本当は内密にしときたいが、ま、他ならぬマスター殿ならかまねか。マスター殿も号外無用でな。まずはお酒部の姫様だろ。ゲスト原稿とやらでこいつが一番締め切りがやばいらしいや。だから胃の一番に片付ける。次にアンデルセンとの新作絵本の挿絵だ。いいね、好きな仕事だ。それからカイドウ丸、いや坂田の金時殿か。モーターバイシクルのエンブレムの元絵とやら。とにかくゴールデンでよろしくだとよ。小金の錦鯉でも販売してみるかね。それとも熊と取っ組合でもさせようか。それからフアラオのオジマンデイアス殿の注文。遠近法禁止、ほぼ等身大、画材は岩。
なーに、目先が変わった。面白い。せっかくのチンキな境遇を楽しまなきゃ損ってもんだ。あとは春画御所門の黒ひげ殿に摂政院キアラ殿。おやおや、そうなのかい。俺は春画でも遠方でも全然構わねえが。そんなに健能な様子ならちょっと先送りにしとくかい。黒ひげ殿に至っては持参の資料とやらをほれ山のように置いていったが。はぁ、あ、ってもうとっくに書き始めてるさ。ちゃんと話は聞いてるよ。さすがに耳で書くわけじゃねえ。よかったらマスター殿の身の上話でも聞かせてくれ。俺のことだけどさ、呼んでくれるなら北斎で構わねえよ。先生呼ばわりなんじゃこそはゆいな。トト様、学校は学校、町人は町人、サーヴァントはサーヴァント、自分の部はわきまえねえとな。殿は変わってなさる。こんな尋常じゃねえ化け物屋敷のカルデアでそんな些細なことが気になるのかい。こうやってマスター殿と話しているときはほとんどお A さ。何しろ体がそうなんだ。ただ真剣な仕事中になればどっちもって感じだな。俺の頭のここんとこと、この指先にはトト様の記憶と絵の技が確かにあるらしい。まったく不思議なもんだな、フォーリナーとやらは。前も言ったが、当面俺とトト様は一人と一匹、合わせてようやく葛飾北斎さん。その発端はトト様の強情だ。聖杯にべこりと褒美を垂れて深淵の邪神とやらの神通力まで盗んで道理をねじ曲げ、それでもシャバにしがみついて本物の絵を描きて神聖の画工になりて、されど邪神に染まりきっちまうのはごめんこむる。こうつくばり上がるんだからまったく仕方ねえや。そんなこっちに都合のいいばかりの話があるもんかい。おかげでトト様はこれだからな。だったらさ、長屋で肘ぶつけ合ってた頃と同じにまた俺が一緒にいてやんねえかな。おったりめえさん、何か変かい。気心筆心合わせてまたトト様と絵仕事をなせるってんなら、それが俺の葛飾王位の本懐さ。ま、ただよ、矢移り癖がこうして俺にまで矢移りしてくるか。さすがに意表をつかれたけどな。おう、かまねえさ、マスター殿の好きにしな。けど
いつの間にか中身がトト様になってても俺知らねえよ。トト様の冗談はきついからね。また決体なガゴが増えるなんざ痛快じゃねえか。とはこんなところか。納得いったかい。わあ、しつこいね。そんなもん知らないって言ってるだろ。まったく、うっすらトンカチが。ちょっと黙ってろ。分かってくれたなら頂上さん、マスター殿の度量に心服するよ。マスター殿、マスター殿、静かにしてると思ったらすっかり寝ちまってたとはね。丸くなって本当に犬みたいな寝相だ。妙な寝方をすると風邪をひくよ。おーいマスター、ほっぺに落書きしちまうよ。こうしてみるとまだまだ子供だな。そんなマスター殿にこの俺ができることなんざ。トツクニの戦場で滑稽な筆を振るうか、気休めの夢を見させてやるくらいが関の山さん。所詮学校なんてそのくらいでいいのさ。な、トト様よ。ち、まだ言っておる。まあ、ダ・ヴィンチ殿から聞いてるよ。至り起源の浮ついた風習があるってな。やれやれ、仕方ね。三時半も付き合ってくれた礼だ。服の隠しに入れとくよ。さーて、こっちもあらがた仕事が片付いた。大浴場でひとっ風呂浴びてくるかね。シャワーとやらじゃ行水同然だ。あ、あれがトト様は留守番だ。サーヴァントの女衆から評判よくねえからな。そうそう、もしそいつがタヌキ寝入りだったら、煮るなり焼くなり呪うなり好きにしていいからな。それじゃちょいと行ってくる。まあそう警戒するなマスター。カルデアのサーヴァントとしては新人なのだ。ならばマスターと親しくなりたい、そう願うのは決して不自然でもあるまいて。
チョコラミスのことは忘れるがよい。あれはもう我にとって霊気からきれいさっぱり拭い去った汚れである。さて、というわけでバレンタインのチョコを今から貴様に貸しするわけであるが、ここでせっかくだ、謎かけをして信ぜよう。貴様が想定する我のチョコはどのような味をしている？なるほど、毒か。うん、その通り。安易かつ王道な発想だな。我が仕込んだ毒入りチョコレートだが、忘れたか、我は世界最古の毒殺者であるからして、つまり裏切りも得意技なのだ。てっきり毒が入っているか、さもなくば毒々しいかと見せかけて、実は王道も王道、実に真っ当かつ美しいチョコレートの数々。さてさて、果たしてこのような美しいチョコに毒を満たすという無粋な真似は行うべきか。むろん行わないとも。我ながらうまくできたものだ。一つ食べてもよいか？その進め方、雑である。以後は許さぬ。まあよい。では、一つ選んで。こちらを照れさせてうやむやにする算段か。あいにくと我はその手の甘いひとときには慣れておる。あーん、そら口にチョコを渡せ。作ったものだからな。作った本人としては期待値を裏切らないという程度だ。至高の美味でもなく、天井に昇るでもなく、いやはや我にしては簡素なものよな。そうか、であれば嬉しいものよな。そら、貴様も食すがいい。ああ、フグの毒だ。科学的にはテトロドトキシン。そう驚くでない。貴様には毒への耐性がある。そら、別段息苦しくも何ともないだろう。フグ以上に強烈な毒や環境でも貴様は死なないだろうさ。しかし、これで面白いことが分かった。貴様のその体勢は完全に無効化するのではなく、どうやら美味と毒の端境まで毒を劣化させるものらしい。そうでなければ我のチョコレートは完全な無味無臭となっていただろう。栄養は転じて毒となり、
薬も転じて毒となる。美味もまた同じ。フグのテトロドトキシンはうまいからと死に急ぐ者は結構いたそうだぞ。だが貴様はそんな恐れを抱くことなく、我と共に毒を楽しめるというわけだ。よい、実によい。さあどんどん食すがいい。次のチョコにはベニテングタケの毒成分だ。まっとうな人間であれば吐き気に混乱といった中毒症状が発生するが、何しろ今の貴様は常人ではない。であれば美味なる毒を食すがいい。一生涯忘れられぬ味だぞ。いかん。いくらなんでも食べ過ぎた。爪が甘かったな、我。